西八王子来ました。西八王子駅から散歩に来ます。今日この辺だよ。追い分け、こっちの方に行くの。見えてきました、イチョウ並木。まだイチョウ半分しか色づいていません。黄色いのある。あ、黄色いじゃないですか。うん、これすごい黄色いじゃん。銀杏が臭いんだよこれ。あれ、ピカチュウの自販機。かわいいね。中身はピカチュウ何も売ってないけど。なんて思うんだろう。両方売ってもらう。この自販機見て。萌えキャラだよ。すごい萌え萌えキャラ。 QR コード付きだよ。 QR コードまでついちゃってるの。行こう、お参りしていこう。カモンレッツお経だよ。萌え系のお寺両方寺、西八王子から歩いてすぐそば。このお墓はなんかきっとすごい人の墓なんだ。英雄だったってことですか。萌えキャラが言ってたやつ、サルスベリー。これサルスベリーですよ。ここにカエルがいるよ、カエル。このなんか抜け。さあ、お参りします。お、ガチャガチャまであるぞ。おお、なんかこう来てるよ、匂いが来てるよ、匂いが。さあ、お参りします。入れます。このお守りすごくない。これ、これケースが iPhone5 だけどね。5って結構前だよね。書き置きでしたね。うん、日付は入れてくれるみたいですね。それだけ書くと時間かかるから、ね、人がいるからもらいに来る人がいるってことだな。そうだね。ご神をもらいました。これはご本尊っぽいですね。妙法交通安全ステッカー萌え系。しかしなぜか御朱印は普通なんです。なぜか缶バッジ300円。この萌え寺でした。ガチャガチャしなかったの。ガチャガチャあれいらないから。です、キャラクターはこれなんで。この車はナンバーついてないからもう運転できないですね。え、そうなの。ついてませんよ、ほらナンバー外れてますもん。もうここに固定ですよ、この車。これ売ってたじゃん。宣伝なんだね。そうです、宣伝車です。じゃあ、両方おじさん、さようなら。でも、ここだけはなんか普通なんだよね。ここからこう見ると普通だけど、ちょっとこっち見るとちょっと、萌えみたいな。ちょっと冒険した寺って感じ。でも、ちゃんと御神はありました。どうなんでしょうか、萌え寺は。そんなに萌え萌えしてなかったじゃん。別に御朱印は萌えではなかった。御朱印の紙の後ろも萌えでよかったのに。萌え萌えしてませんでしたね、萌え寺は。でもあんなに前面に出してるとか今までなかったけどね。イチョウ並木の一角にお寺がありました、萌え寺。萌え寺ね。なんだこれ。これ青森道って取り方やりな。追い分けの道しるべだよ。これがイチョウ並木だよ。こっちが八王子だよ。さあ、中央線の踏切です。怖いぞ、なんかすごい来るから。ここはカーブです。うわ、すごいぞここは。おお早速なった。怖い。危ない危ない。おお、
ちょっとここで電車来るの見てみましょう。これも道路だよ。すごいスピードで来るよ、これ。これは怖いなぁ。すごいスピード。こんだけ住んでんだもん、西八王子人いるわ、ほら。やっと近づいてきたよ。タワーマンションの下がそうでしょ。すごいね、ここ電車がバン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 来て。また中央線本数多いね。ここはなんか稲荷だぞ。笠間稲荷って書いてある。え、もう閉まったの？今1分も空いてなかったよ。あっち神社だ。あれ、でもちょっとここまで来たらこの金剛院行ってみるしかないよね。うわ、でかっ。すごいでかい。ここなんかすごいじゃん、ここ。福寺堂、見てください。八王子の都会の空間、なぜかこんなにすごい空間が。この木がすごい。イチョウ？イチョウかな？イチョウっぽいよ。さあ、鳴らします。再生入れます。五十度入れます。これ桜、京都の種を植えたらしいよ。あ、これ、ね。これ行こう。神々しいね。すげえ綺麗にしてる。やっぱこれぐらい綺麗にしないと。ここに御朱印所と書いてあります。ここで御朱印はもらえそうです。この眺めとこの不動明王どうですかね。素晴らしいですね。別空間だよ、ここだけ完全に。めちゃめちゃ綺麗。天満神社です。ここがセットなんでしょ。本郷駅って昔からあったんでしょ。ここで鳴らせなくなってる。じゃあここでお礼だけしておきます。多いね。ここにたい焼き屋を発見しました。何これ、もうたい焼きっていうよりたいの形がもうどっか行っちゃってるよね、これ。完全に吹っ飛んでるよね、これ。これ割ってみたいと思います。あ、すごい、そう、すげえあんこ、こんなに入ってるよ、これ。さあ、八王子駅着きました。西八王子駅から八王子駅まで散歩しました。このたい焼きのボリューム感すごい。素晴らしいです。すごい窓だな、こっち側の窓は。
ドーム廊下ですね。うわすごい、これ見てこの抜け。